どうも、お疲れ様です。ちょっとね、部屋の模様替えをして、壁紙を畳風に変えてみました。まあ、なんで、寝っ転がってるように見えるかもしれないけども、寝っ転がってるわけじゃなくて、壁際にこう寄りかかっているわけなんですよね。まあ、これからもいろいろあると思いますけども、なんかズームでね、こう、いろとお話しできることもあるんで、まあ、直接会ってね、焼肉も食べに行きたいんだけども、今はね、ちょっと深夜出ることもできませんし、うん、そうだね。まあ、山田くんがね、 幼稚園に行ってる時間帯なら、OK、ならんだけども、ね、まあこんな家庭の事情が50を過ぎるとねあるわけですよ。まあ、ガンガンビジネスやってねなんか自由気ままにやってた時期とは違って、まあ、今いろいろと、うん、なんかこう優先順位も変わってきたんだけどもだけどもねあのなんとかコミュニケーションする時間を取りたいと思いますんでよろしくお願いします。それじゃ